すごい、ありがとうございます。これすっごいいい香りするよ。ほんと、うん、大人だね。大人だね。ね、手織り寿司だ ね贅沢感すごい。パラスティカの豆だと沢出です。今回はですね、阪急烏丸駅から徒歩約6分、手織り寿司アウーム烏丸本店さんにやってまいりました。はい、それでは京都烏丸に行こう行こう。はい、ありがとうございます。はい、わすごい、ありがとうございます。綺麗すぎ、想像を超えた。うん、美味しそうだね。一個一個がちゃんとさ、このこだわりあってね、え、何百通りの手織り寿司ができるよ ね美味しそうだね。いただきます。うわ、どうしよう、どうするの。これ今月のお品書きっていうのが一応ね、あるんですけど、はいはい、ものすごい数あって、なんか皆さん気になるのどれかある？私この真ん中のこれ、はい、こちらですね、はい、豚肉とドライクランベリーとナッツのパテ、はい、白魚の酒蒸し。あ、これじゃ上に乗ってんの酒蒸しなんだ。酒蒸しだ、美味しそう。美味しそう。この、うん、これね、バジルとクリームチーズのマッシュポテト。金柑。あ、金柑なんだね、この上のね。美味しそう。これをつけて、ね、つけてご飯を盛る。はい、わー、ね、もうキラキラなんだけど、ご飯が美味しそう。キラキラ輝いてる。見て、もういくらも乗せちゃう私。どうです、これ。どうよ乗せすぎちゃった。じゃあ、気になる。私その真ん中のこれ乗せてみようかな。言ってたやつ。早速パテこうやって乗せて、乗せて、でこういうことだよね。うん、そうだね。ちょっと、うわ、美味しそう。あ、美味しそう。何これは。当たり前だけど、お家じゃ食べれないよ。食べれないね。マッシュポテトの手織り寿司ってなんだ。ね、私たちが知らないものがいっぱいあるよね、今ね。いただきます。いただきます。なんかおしゃれな手巻き。そうだね、うん、おしゃれな手織り寿司食べてるなって感じするね。私のマッシュポテトと金柑のやつもめっちゃ合う、なんかその金柑の多分酸味が海苔と意外と合うんだ、大人だね。大人だ ね手織り寿司だ ね贅沢感すごい。あ、そうだ、なんかこの、なんていうの、味付けっていうか、いいね、ちょっとした、あれもあるから。結構いろんな種類あるよ。それもピーナッツバター味噌。これこれだ。あ、これか。へー、美味しそう。これいってみよう。これとこの上のレンコンチップス、あら、美味しそう。色合いがいいね。よくない？干し柿と合鴨のマスカルポーネ和え、みかん、アルファルファ。なんだそれは。アルファルファ間違えちゃったかと思って今ドキドキしちゃったけど、なんかすごいボリューミーになっちゃったけど。美味しそう。美味しそう。いただきます。美味しい。うん、どっちもいただきます。あなた、アルファルファめっちゃ美味しいぞ。マジ？アルファルファ何なの？いや、わかんないけど、すっごい美味しい味する。なんだろうね。でも、このマスカルポーネあえだから、意外とお米たって美味しい。あ、そう。ちょっと次やってみようかな。私のレンコンチップス、歯ごたえがあって、なんか味も締まってて美味しかったよ。いいじゃん。いい。いろんな食感味わえていいね。いいの見つけた。ね、私この土瓶蒸しみたいな開けてみていい？あ、それ気になる。ね、これが器で、飲んでみたい。これもすだちちょっと入れた方がやっぱ美味しいのかな。ちょっとね、なんか爽やかになりそうだよね。ね、ちょっとじゃあ入れちゃおう。
まだキノコは出てきませんが、なんだこれすっごいいい香りするよ。本当、うん、これだけで2リットルは飲めるぐらい、うん、おいしい。驚きの美味しさ。え、本当、これすごいおいしい。マジ何、どうしよう、片手にお酢持っちゃったんだけどあんたこれ注いでくんない、うん、もちろんいいわよ。いい、うん、あー、いただきます。これ2リットルマジ2リットルなんですけど。え、衝撃の美味しさじゃない。ちょっと待ってよ、これ2リットル飲めるよね。え、ちょっとさ、なんか樽ってか寸胴で東京まで持って帰らせてもらおうよ。本当にやっぱこのすだち絞ることによってより爽やかになるって感じだね、うん、なってるね。何これ、もうこのセットもうお家で食べたい。お家じゃ無理無理無理ちょっとさ、じゃあ味の共有したいからさ、うん、同じもの作んない？いいよいいよ、選んでこう、こうやって交互に。あ、いいよ、それを全部入れてこう。全部入れちゃうね、うん、いい？あ、はい、いいよ。蒸しナスの生姜ごま和え、はい、低温調理のホタテディル。あ、これだ、これ確かにこれ気になってた。これ美味しそうじゃない？美味しそう。すごく、これまず入れます。はい、これどっちも？どっちも入れちゃう。わかった。サウデさんは？じゃあ、うん、私はどうしよう、うん、これにこの緑のパンプキンシードかな、入れてください。はい、わかりました。2粒で。緑の実2粒、はい、了解。これでどう？いいと思うよ、ね、上手なんだけど。こんな差出る？何これ、のりじゃんいただきます。いただきます。ナス美味しいね。うん、これナスいいね、うん、食感もいいし、生姜になってるから香りもいいしね、うん、で、あの途中でさっき入れたパンプキンシードがパッて出てくるんだけど、うん、それが食感の遊びになってよくない？うん、あ、これいいじゃない、パラスティカ巻き。すごいよ、うちら今日食レポ上手すぎない？上手。ちょっと外のチャンネルなので頑張ってます。だって澤出さんの口から食感の遊びなんて初めて聞いたよ私。すごいよ今日は。よかったよかったよかった、うん、うちら絶好調です今日。絶好調です、うん、これはいろんな組み合わせがあってマジで楽しいね。楽しい、うん、ちょっと皆さんにもぜひいろんな組み合わせで食べていただきたいですね、うん、本当に、うん、ということで今回はアウームさんをご紹介させていただきました、うん、はい、食べたことないような食材だったりとか、うん、いろんな組み合わせで手織り寿司を作れるのはめちゃくちゃ楽しかったし、うん、美味しかったよね。すごい美味しかった。内観も外観もすごいおしゃれでね。それね、うん、なんかこうふるさと新しさがこう組み合わさってめちゃくちゃおしゃれ、写真撮ってもすごい映えそう、ね、そうだね、うん、この次の動画でもね、うん、関西に行こう行こうと思ってもらえるようなおすすめスポットを紹介していきます。皆さんぜひチャンネル登録と高評価、うん、そしてコメントで盛り上げてください、うん、お願いします。それでは京都烏丸に行こう行こう。またね、バイバーイ。